できてる。ビンビンブラッシュ TV。 はい、やってきました。ブラッシュ TV。 おい来い、ちゃんとせえよ。なんで背中やねん、分かれへんやろお前。背中やったら視聴者の人が全部背中やんけ。これ全部筋肉じゃん。ここも筋肉じゃん。ブラッシュのウェルカムドーベースのたけしがお送りします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、4月からは新コーナーねできて、うん、やったやったともすりがビヨーンってやってくれるんで、うん、まあ、ブラッシュ TV も面白くなり、うん、ね、ブラウンシュガーもこれから今年は飛躍しようという勝負としてございます、うん、ね、皆さんこれからもほんまによろしくお願いします。お願いします。ということで新コーナーどんどんいきましょう。よいしょ。じゃあたけしのワキペディア。多分トモスリーがね、敵をブワーッやってくれてますよ。はい、おい、おい、はい、うんちくの王様、大衆の神様と言われたこの俺が、今旬なキーワードをもとにこの世にドン引きを振り落とす、そんなコーナーで、はい、はい、というわけでね、はい、あのワキペディア、ワキタラのペディア、はい、はい、ワキタラのペディア、はい、ワキの話しようかなと、今日は。なんでやねん、ワキペディア。つながってない。ワキペディアやから、ワキの豆知識を皆さんに植え付けていこう。なんでね、うちのベースのたけしをね、ワキペディアっていう名前にさせられたかっていうのが分かるってことですね。そう、今日のこのコーナーを見れば。そう、そういうことです。はい、はい、はい、というわけで、ワキの下の微妙に、脇の下さん、そう、違う。男性の脇の下の匂いというのは、はい、どうやら、うん、女性を癒す働きがあるらしい。癒し系男子、癒し系男子、そうやろ、癒してるんです。アメリカの偉い役者さんが、アメリカの偉い役者さんが。でもお前あれやぞ、スタジオではかなりお前迷惑メンバーにかけてんねんぞ。あれ意外と、その落ち着はいいよいやなくて。男には臭い。いや、今度それ真相を発表しましょう。それは脱退問題ですよ。はい、だから、はい、あの、癒されてるはずや。あ、そうですか。へぇ。で、まあ、あの、こういう実験があったらしいんですよ。はい、あの、男性が丸一日着た T シャツをね、瓶の中に詰めて、複数の女性にお匂いをかかってたんですよ。汗だくですか。汗だくですよ、一日来たんですよ。汁だくですか、どっちですか。いや、汗だくです。はい。いくつもある T シャツを入れた瓶に、ビッグに入れて、匂いを変えに行くんですよ。はい。ただ、いい匂いだったっていう T シャツもあったり、うん、あ、臭かったっていう T シャツもいっぱいあるんだって。ああ、なるほどね、うん、だけど、それ人によって違うっていう。それ、来た人たちの男性は、みんなその体臭を、体臭持ちの人、タケちゃんと同じ種類の人、それとも俺と同じ種類の人。いや、まあ、それはいろいろ、あ、いろいろおるわけね。全員が全員その、そう、匂い持ちじゃないってことね。匂いはあるよね、大なり小なり。まあ、まあ、大なり小なり。そう、おうおう。で、それを書いて、いい匂いだって女の人が感じた人の男性っていうのが、うん、DNA レベルで、うん、その、離れてるんですよ。要は自分に持ってない遺伝子を持ってる人の T シャツの匂いをいい匂いって感じ。ああ、そういう。ということは、ある家系の人が全く脇に無関心な感じ、うん、かといって、うん、この家系は、うん、脇に疑惑つきだと、もともとそういう人らがお互いを結び合える、そういう DNA 鑑定の結果が出たってこと。そう、マジで。でもね、脇がって優性の形式らしい。どういうこと。あの、脇が、お母さんとお父さんどっちかが脇がやるから。俺は言うとけど、お前のこと脇がと、あ、言うてないぞ、お前の画面上ではね。お父さんとお母さんが脇がやるから、どっちかが脇がやるから、うんうん、子供は大概脇がないよね。マジで、うん、優勢の形質らしいから。俺ほんの脇がかも。うん、せやね。はい、そういうワキペディア、明日使える豆知識でございます。どうぞ、明日からみんなに言うてってください。帰れ。ブーバイブーバイブーバイブー。はい、次行こう。はい、そこで落としていこうや。マイクまとまれへんから。はい、おいっしょ。はい、行こう。では次のコーナー、ウェルカムマンの恋愛相談室。超 B 型な彼がマイペースに、そして自己中に
彼のたるんだお腹のようにたるんだ霊をシェイプアップさせる、そんなピンキーなコーナーで、やる気あるやん、入ってるやん。で、お便り今日も来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。ウェクアンマさん、たけしさん、こんにちは。こんにちは。私は OL3 本目の25歳です。ヤングだね、ヤングだね。彼氏は45歳、同じ会社の上司です。 Oh my god! 25? Oh my god! それ前のネタと一緒じゃないの？違う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 。付き合って1年、真剣に結婚も考えています。 Oh my god! 彼氏も両親に挨拶したいと言ってくれています。しかし私の父は53歳。むちゃくちゃ格言の人なんです。格言ってどういうことですか？すごい。ごめんなさい。厳格な人です。うん。むちゃくちゃ厳格な人なんです。どうやって紹介すれば私たち2人は認めてもらえるでしょうか？ウェルカムワンさん、お願いします。ペンネーム、イタチョコさんからいただきました。ありがとうございます。でーい。どうですか？ヨンペーです。おい。もうあの思いつきゃいるの断然だ。やってるんだ。ここは筋肉です。ねえ、こらお前、気持ちやないか。やめろ、全部筋肉や。ねえ、あ、そういうことですか。うん、なるほどね。あれですよね、お互いはもう愛し合ってるんです。愛し合ってるんです。もう真剣に、その年の差とか、うん、もうそういう壁はもう乗り越えてるわけですよね、うん、ネクストレベルいってるんですよね、うん、ただ、うん、親父が、うん、もうこんなんやったから、こんなんやった。だからそれを、どう説得させればいいか。そう、逆に聞くけど、うん、何の問題があるんかな。これはね、厳格な親父を知らないからでしょ。僕知らないね、親父厳格って。こんなにそうやね、うん、厳格な親父はね、基本統計とイメージでものを言うからね。年の差があるとやっぱり単純、旦那さっき死んでもったらどないすんねん。これよ、最近言うんやろ。まあそういう問題じゃないそれ愛じゃないやん。これよ、最近言うんやろ。将来安定でせんとか、それはダメです。そういうことじゃない、そういうことじゃない、うん、愛を育んでいくわけだから。結構それはね、いたちこさ、うん、長いこと生きてる、先に言ってしまう。そんなんじゃなくて、愛は永遠ですっていうことを親父に言うって意味がない。そう、そんなことは通用しない。そう、うん、だからどう説得されたらいいか、うん、それはもう All you need is love 歌うしかないけども、うん、基本的に、うん、例えば、うん、二人が愛し合ってるところをね、見てもらおうよ。あ、なるほどね。うん、例えばどんだけお互いがその愛し合ってるかっていうのを確認し合おうよ、うん、それがいいんじゃない。パパとね、パパと、うん、だからどうしようかな、まあ、夜の行為をね、うん、夜の行為をね、こうなんていうかな、パパも入れてみんなパパしてどうしようかな娘やる言うた話になって、もうお前それお前えらいことだからお前それお前それはお前偉いことやな。ピザがお前え半分でお前いろんな種類になってるやつみたいにお得やな。からそれはそれでもお得か。帰れブーバイブーバイブーバイブー。まとまってない、まとまってない、まとまってない、何もまとまってない、うん、いや、もうでもまあ簡単にいきましょう、うん、でもそういう愛を育んでるようなところを見てもらうっていうことしかないよね。やっぱり硬い、うん、常識的なところで考えてても、やっぱりそういうところの枠で収まらないやんか、うん、でも多分原作のお父さんも、うん、なんていうかな、その愛みたいなね、そういう形はなんていうかな、その現実とは反比例してる部分もあるし、うん、それでは現実では理解できないっていうところは絶対分かってるはず、うん、間違いないね。ただそれは父親としてそういうことを認めてしまうとダメだっていう、なんていうかな、プライドもあるし、うん、なんて常識的なことを娘に言わなあかんっていう、うん、そういう話もあると思うんだよね、うん、だからそういうところを見込んだ上で、やっぱり愛をしてる、愛っていうのが一番大事なんだなっていうことを伝えていくことしか今の状態ではないと、うん、まあそういう結論でございます。はい、いいですか。はい、よしこ、参考になりましたでしょうか。いたちょこさん、
ではこれを参考にしてください。というわけで次行きましょうか。はい、今週はまた1位は、この曲になってます、これ聴いてもらって、後半ありますよ、ゲスト出ますよ、見てね、着歌ダウンロードランキング。